仏国旗、仏国旗は中国の闘神の西域インド愚包層の北拳による旅行旗である一貫。随書形石誌で仏国旗という署名によって著録されている。しかし、仏教史書や協力類では北拳殿や歴有天竺旗殿という署名を見ることができる。北拳三蔵は、高志康三年に長安から具包の旅に出発し、桜魔館砂漠を経て、 パミール高原を越え、パンジャブ地方よりガンジス川流域の物石を巡礼した。そこで物典の中でも戒立に関する原点を創作した。その後、スリランカに渡り、カイロから南洋地方を経由して、山東地方のローサンに漂着するまでの旅行機が本書である。帰着した時は激急年のことであった。タクラマカン砂漠を渡った際には、 行く道に住む人もなき困難な砂漠を渡るが、その途中の苦しみは、比べ物もなく、ようやくにして、宝丹に着いたと記している。宝ム村は、コンロンの玉で有名な南道随一のオアシスの町で、あったが、北県は町に着いた際には感激し、記録に熱を入れている。正論等では、北県は、菅の地を出発してからすでに年久しく、 交わる人々は皆良きの人のみで、参戦も草木も目に触れるものは見慣れたものはない。商人が真の白衣の扇で供養するのを見て、思わず悲嘆に暮れ、涙が両目に溢れたのであった。この記事はつれずれ草に引用された。本書は、仏教史は、もちろん、インド史、中央アジア史、南洋諸島史などの研究にとっても、極めて貴重な資料を提供している。 林良一、シルクロード ISBN47 億8878万8144、ISBN978 から47億8878万8145夏座とは、原始仏教からの伝統である、夏に3ヶ月座禅をする修行。別名は暗居。中国では4月16日から7月15日。 インドでは5月16日から8月15日に行う。ありがとうございます。